こんにちは、松本直之です。今回は新規収納に向けて開業資金、自己資金、貯金はいくらぐらい必要なのかという話をしてみたいと思います。これ結構皆さん気になると思うんですよ。要は新規収納、農業を始めるときにいくらぐらいの貯金を持っていたらいいのかっていう話です。で、いろんな書籍で書かれてると思うんですけれども、1000万とか2000万、3000万っていう貯金を用意してくださいっていうような、まあそういう書かれ方していることが多いんですね。で、20代とか30代前半、まあ後半も1000万、2000万、3000万って貯金を用意できる人ってそんなに多くはないと思うので、じゃあ誰も農業できないのかっていう話になってしまうと思うんですが、その実際に1000万以上の貯金がないと新規収納できないかっていうと、そんなこともなくて、まあそれ人それぞれなんですね。で、しかも作る品目によって全然変わってきます。例えば米を作るのか、野菜を作るのか、果樹、果物を作るのか、花をやるのか、酪農をやるのか、何をやるのかによって初期投資って全然変わってくるんですよ。この中で言うと酪農とか、まあ花も結構かかったりします。で、まあその花の中でも何をどの花を作るのかによっても変わってきますし、施設を建てる建てないでも初期投資全然変わってきます。だから一概にいくら必要かっていうことに対して答えることっていうのはできないんですよ。で、まあただですね、これ全部農業ですよね。で、農業っていうのはこれ事業を起こすことに等しいんですよ。事業を起こす、つまり会社を一つ作るっていうのとほぼイコールなんですね。だから会社を起こすって考えたら、やっぱりある程度最初に貯金を持ってるっていうのはこれ当然だと思うんですよ。開業資金あって当たり前だと思うんですね。会社を起こすのにお金全くない状態で始めるってどういうことですかっていう話です。で、本当にやる気があるんだったら、アルバイトを、例えば本業がある中でアルバイトをして貯金に回していくなり、生活を切り詰めるなり、まあいろいろやりようはあると思うんで、それぐらいのやる気を持って事業として起こすってことを考慮しながら貯金を貯めていくべきだと思うんですね。ただ それはまあ理想は理想なんですけども、実際そのやる気があるときに、今農業やるぞ、新規収納するぞって決めて走り出してるときに、お金を貯めることだけに何年も使うっていうのはそれ非常にもったいないんですね。お金貯めてるうちにやる気なくなっちゃったり、モチベーション下がったりっていうこともありえますから、それだったらお金なくてもスタートしちゃいましょうって話になるんですね。で、その今やる気があって、今すぐにでも始めたい、でもお金がないっていうような、そういう人たちのために、2012年からだったと思うんですけど、青年収納給付金制度っていうものが立ち上がってます。で、これまあ新規収納したいなって思ってる方、ほとんどの方調べて知ってるとは思うんですけれども、何かっていうと、まあ要は補助金制度です。新しく農業を始めますって人に対しての無償の金額提供、まあ税金投入なんですけど、お金あげますから頑張ってくださいっていうような給付金の制度です。で、まあ簡単に説明しておくとですね、準備型と経営開始型っていう2つあるんですね。経営開始型。で、この準備型って何かっていうと、いわゆる農業研修を受けている期間、最長2年間、研修期間にお金を支払いますよっていうものです。これ、1年間で100
150万円、結構でかいですよね。で、最長2年っていう金額の給付金が支給されます。もちろん要件を満たしていればですけど。で、経営開始型っていうのは新規就農をしてスタートしてから、これも金額同じです。1年間でマックス150万円が支給されます。農業始めてからですよ。で、最長5年です。ですので、これ満額もし受け取ったとしたら1000万円超えるんですね。1000万円を超える金額をタダでもらえるっていう、まあ、そういう制度なんですよ。まあ、ものすごい優遇されてるなっていうふうに感じるんですけども、その農業始めたいと思ってお金持ってない、でも今やる気あるから今すぐにでも就農したいっていうんであれば、こういう制度を利用した方が、まあ、身のためというか利用しない手はないと思います。で、実際その2012年以前にもいわゆる就農支援制度、就農支援資金みたいなものはあったんですけれども、この青年就農給付金ほど大きな金額ではなかったですし、まあ、大体が貸し付け、無利子の貸し付けっていうような形でした。で、ちなみにですけど、私が就農したのは2005年なんですよ。2005年当時、この時期にはまあもちろんですけど青年就農給付金っていうのはなくて、で、ここまでの金額ではなかったですけども、何十万円か受け取れます、タダで受け取れます的な補助金制度はあったんですよ。まあ私はそれちょっと受けなかったんですけど、ですのでそんなにもう先ほどから言ってるように、私自身お金そんなにない状態でやる気があって今しかないって思って飛び込んだ人間ですから、本当に最初きつかったんですね、金額的に。で、その、まあ、実際の話をするとですね、就農1年目にかかった経費、私野菜だけやってるんですけど、就農1年目にかかった経費、例えばその軽トラックとか、まあ、草刈り機、刈り払いって言われてるものですけど、あと耕すための耕運機とか、まあ、あとは、まあ、畝立てのする機械も買いましたし、すべて、まあ、種とか支柱とかも買いましたけど、すべて揃えて中古で揃えて1年目にかかった経費って80万円ぐらいなんですよ。で、実際これぐらいしか貯金持ってなかったので、生活費に回るお金っていうのはなくて、最初の年、1年目、2年目、3年目ぐらいまではアルバイト、生活費を賄いながら農業もやってたっていう形で、結構時間的にはもったいなかったなっていうところもあったんですね。ですので、その働きながら農業をやって兼業で最初小さく始めるっていうのも、まあ一つ手ではあるんですけど、先ほどの青年就農給付金のような制度あるんであれば利用してもらった方がいいかなとは思ってます。ですので、まあ結論を言ってしまうと、その新規就農にどれぐらいのお金が必要かっていうのは正直わかんないです。作る品目によって違います。ただ生活費はもちろんかかりますし、少なく見積もってもやっぱり100万円ぐらいはかかりますので、何百万円ってお金必要になります。だから、その覚悟っていう意味で自分自身でやってやるぞっていう気持ちの面で、やっぱりお金を貯めてスタートするっていうのは理想ですし、そうあってほしいとは思うんですけども、やっぱり今の時点でお金ないけどもう今すぐ行きたいんだって思われてる方もいらっしゃると思いますので、そういう方は補助金制度、青年就農給付金のような制度を利用すればいいと思いますし、まあ、それで順調にスタートできるんだったらそれでいいかなと思います。で、まあ、その給付金の使い方っていうのはやっぱりいろいろと私自身も考えがありますので、こういう使い方がいいんじゃないかっ
っていう考えありますので、それはまた別の動画でお話ししたいと思います。今回はいくら使貯めたらいいかはよくわからないっていう話でした。参考になれば幸いです。どうもありがとうございます。